こんにちは。週末予報チャンネルのマユです。日本ミツバチの群れを見回りにやってきたら、オオスズメバチがたくさん来ていました。今オオスズメバチがたくさん来ていて、ミツバチは一切いませんが、ニホンミツバチはオオスズメバチに襲われると巣箱の中に籠城するので、もしかしたら中で籠城しているかもしれません。はい、それではまず数匹粘着シートにオオスズメバチをつけていきます。スモンニール粉をつけましょうか。はい、つきましたね。ここ4匹もいけそうな感じですね。よいしょ。はい、着きました。これで近くに置いておきましょう。あ、早速来てますね。あらららら、なんか粘着シートに捕まってること、外の子で、なんかやってるけど。来た来た来た。来ましたね。さあ、捕まるか。ちょっと惜しいですね。ちょっとこの辺いっぱいいるけど、こっちにしようか。すごいですね。5分も経たないうちに倍に増えましたね。気づいてないかな。はい、オオスズメバチを粘着シートで取ったら、左側の巣箱、ミツバチがたくさん出てきました。最初来た時は全く出入りしていなかったので、こっちはもう死滅してしまったのかなと思っていたんですが、こんなにたくさんいました。ニホンミツバチはオオスズメバチがいなくなった後、巣門の周りをかじったり、植物を取ってきて巣門の周りに塗りつけて、オオスズメバチの痕跡を消すそうなんです。はい、はい、中覗いてみましたが、結構蜂がいました。元気そうです。よかった。はい、15分くらい様子を見ていて、これだけたくさんのオオスズメバチが捕まりました。ほとんどが自分から粘着シートの中に入っていったものです。とりあえず今オオスズメバチがいなくなったので、はい、ではまず向かって右手の巣箱ですね。こちらはオオスズメバチがいなくなった後、ミツバチが出てきていないのでちょっと心配ですが、中を見てみましょう。あ、これ硬いの？え？なんかめちゃめちゃ硬い。
かな。なんか行こう。何かが、なんかドサッと降ってきそう。そこ痛い。こんな濡れてる？うん、びっくりした。すごいな、これ。こんなのあるかな？これで見るんかな、ね、下から3段目の上の方ぐらいまで巣があるみたいですね。そこからバッサリと巣が落ちてしまっているようです。これだけ巣が落ちてしまっていると匂いがすごい出てると思うので、オオスズメバチも無限にやってきてしまうと思います。今日はですね、本当は他の群れも見回りに行こうと思っていたんですが、急遽解体をしようと思います。はい、解体の準備をして戻ってきました。スズメバチがまた増えてますね。どかします。うわ、はみ出てるよ。はみ出てるやつはね、刺されちゃうかもしれない、危険なので。うわ、でっかいと食べる。ヤモリ、うわ、でかっ。 4?3? 4までくっついてる。 4か、4は結構重いよ、気をつけて。オスメバチいる？まあ、そんなに重くないかな。そう？中を覗いてみます。はぁ、やばいですね。でっかいですね、オオスズメバチ。ここ1、2週間でこれだけ大きい個体を見るようになってきました。ひぇ。これはなかなか、やばいですね、これ。なんかスコップとか買ってくればよかったね。はい、一番最初確認するときに底板を引いて、おそらくここに落ちた巣板がたくさん積もっていったんですが、ここに来たときにオオスズメバチが巣門に頭を突っ込んでいるような仕草をしていました。中がすごくびしょびしょですね。これはおそらく巣板が落ちたことによって蜂蜜がこの中に、はい、うわーわわわわわ、めっちゃいるんだけど。見てる。うまくない？ちょっと待って、もう一匹いるから。もうね、ぐしゃぐしゃ巣板として、あ、やば、食感が、粒中がすごい。よしよし、匂いが、うん、すごいです。はい、これだけの巣が落ちてしまったみたいです。多分、重箱2、3段分かな。オオスズメバチはこれだけ捕まりました。いやー、今日だけでこの量なので、もしかしたらもうちょっと前からいっぱい来てたのかもしれないですね。ひー。ちょっと時間の関係上、次の日になってしまいましたが、こちらの巣箱、解体していきたいと思います。きれいにしていきましょう。うわー、えぐいですね。よいしょ。さすがにここまでなってしまうと、蜜蝋を取るのは無理ですね。なんか、おがくずのベッドみたいになってる。ほら。うわー、出てきた。巣箱をかじって、
奥に潜り込んで、かじったクズを布団にしてるみたいな感じかな。うわ、上の方もスムシがいそうなおがくずみたいなのがありますね。へえ、なんかめっちゃ茶色い。やっぱりこの群れは盛り上げ巣を作ろうと思うほど元気だった群れなので、まあ結構蜂蜜も溜めてるみたいですね。まあもちろん食べることは到底できませんが、あ、後ろ溜まってますね。この辺蓋がしてあります。これあれか、スノコ外さないといけないのか。あ、スムシの親のガも中にいますね。ちょっとこれひっくり返しましょうか。よし、しないんだけど、もうね、開かないっていう時点で、そうなんですよ、開かないっていう時点でもうやばいんですよ。どうどうどう、大丈夫？うわーちょっと映さないでやばっ。いや、1ヶ月でこんなになるんだ。まだ眉になっててくれた方が処理しやすかったんだけど。うん、やばいね、スムシってすごいね。うん、ここに置いときましょうか。これは捨てるしかないんですね。よいしょ。その石垣の中がちょっと濡れてた。